皆さんこんにちは。ターさんこと高田純です。日本文明を守る令和5年9月号ターさんレポートのテーマはこれです。福島処理水放出は安全、反対の真相は反日活動にあり、日本文明破壊工作との戦い。この表をご覧ください。線量6段階区分 ABCDEF、 この上の A から C、 これは危険線量、 C ベルト単位です。A が致死線量 4C ベルト以上、 B が急性放射線障害1から 3C ベルト、 C 0.1 から 0.9 胎児影響レベル、危険線量です。この線量は避けなくてはいけません。一方 DEF 単位ミリシーベルト、 D が2から10、これ CT 検査レベルですね。 E 0.02 から1ミリシーベルト、 F 0.01 ミリシーベルト以下。この D は地球環境の1年間に受ける人の線量がこの範囲にあります。CT 検査は安全範囲にあります。一方医療従事者、病院の放射線施設で働く医療従事者ですが、年間の線量限度50ミリシーベルトになっています。この範囲でも安全なことは確認されております。はい、これに対してですね、福島処理水の海洋放出線量を推定しますと、科学的に安全範囲にあります。線量範囲としては、安全、全く安全、レベル F の範囲にあるわけです。ということで、福島の海洋放出、全く科学的に安全、これに異を唱えるというのはどういうことなのか。不安を煽る風評加害者です。昨年の4月8日の安倍さん暗殺事件、奈良の変以来、日本短絡の一途をたどっています、ね。今回の放出反対デマ、または自衛隊幹部を乗せたヘリが宮古島墜落事件、こんなのも真相闇のままです。マイナの個人情報デジタル漏れと、このデジタル大臣ですね、全く信用ならないと私たちは見ています。また驚いたことに LGBT 法、これ成立してしまったんですね。日本社会大混乱とです。また産業、中共の産業スパイ、これ暗躍していることが明白になっています。また中共によるチャイナの土地買収ですね。これが進んでいると。私たちは負けてはいけない。騙されてはいけない。この日本文明の破壊工作、歴史の消去と改ざん、伝統の破壊。私たちは日本文明を守ると。そういう中でですね、この国史奈良の変が、安倍さんの命日7月8日に出版されて、早くもですね、増刷第2冊になって、第2回の配本が今、行われているところです。この本ですね、私たち、ターさんチームの力で、自力で出版したわけです。ターさん出版。これを立ち上げました。もともと私の放射線防護上センターはこの出版活動をしてきたわけですが、放射線防護情報センターの一部門として今回、ターさん出版という形で、部門を立ち上げました。ここに多くの皆さんの支援と看破を受けています。
この本は早速ですね、国立国会図書館の蔵書、また私が名誉教授になっています札幌医科大学附属図書館にも蔵書になっております。この皆さんのご支援の賜物です。まあそういう中でですね、大阪にこういう看板が掲げられました、保守看板、なにわの激おこおばちゃんの活躍です。これに賛同して支援された方、カンパが集まってですね、山神の玉は当たるわけがない、奈良県警は真相を隠すなと、私たち事件の真相解明を求めます。まあ、そこにこの看板に現れたのが国士奈良の変の表紙がある、まあ、ここに QR コードも出ていると、こういったそのネット空間だけじゃなくて実空間にもですね、この奈良の変が現れて、今はネット検索、国士奈良の変を検索すると多数出てきます。はい、この国士奈良の変は歴史に、日本の歴史に刻まれたと言えます。もう消せません。さて、東京電力福島処理水の海洋放出、これが8月24日に開始されました。閣僚会議で決定され、すぐに、放出が始まったわけです。まあ多くの私たち、はこの放出決定と開始賛同しております。岸田政権いろいろまずいところ散見しましたが、これについては評価できると思います。現在このアルプス処理水ですね、ストロンチウムとかセシウム除去してですね、このトリチウム放射能、まあ、除去しにくいトリチウム放射能が残っているわけですが、これがですね、福島第一発電所の陸地に1046基も溜まっているわけです。これが大地震によって倒壊したら、それこそリスクですね。これを安全に海洋放出する技術を完成させた東京電力。その方式を国民が理解し、8月24日に海洋放出、大きく大幅に希釈された処理水が海洋に少しずつ30年かけて放出するという計画です。原子力、国際原子力機関 IAEA もこの方式しっかりと、評価し、この監視データも見ながら見守っている中です。それに対して、日本のいくつかの野党、日本共産党などですね、それとチャイナ共産党が反対運動しているわけですが、特にこのチャイナですね、輸入、日本の、水産物輸入停止処置を強硬に出してきたと。自分の国でも原子力施設からトリチウム水出てるわけですが、そういうことはほっかむりして日本のこの安全に計画的に出される海洋放出に対して脳を突きつけてる、いかがなこの矛盾、いかがなことかということで、日本政府は9月4日に世界貿易機関に対しこのチャイナの輸入停止措置の撤廃を求める反論書を提出しております。福島処理水の年間トリチウム量はチャイナ台山原発の10分の1ということで、非科学な中共政府を批判しております。これは ASEAN 首脳らにですね、今この会議が行われてきたわけですが、岸田首相が直接 ASEAN の首脳らに処理水の放出を説明、
科学的に根拠に基づいた高い透明性を示したわけで、理解を得られたと思います。まあ、一方は強硬なチャイナの ASEAN 強硬なチャイナに対して ASEAN が反発していると、特にこの海洋進出ですね、これに脳を突きつけているわけです。このままではチャイナは孤立するんではないでしょうか。さて、東京電力福島第一、この海処理水海洋放出のこの技術、これを全体見てみたいと思います。放出は30年かけて少しずつ海洋に出すということです。アルプスという技術によって処理水、比較的短い半減期の放射能を取り除くですね。で、タンクにため、もう10年以上溜まってるわけです。はい、それをその中の放射能を検出して確認し、それがその状態、その中の放射能は現在およそ1リットルあたり14万ベクレル。これ自体もそんなに危険なものではありませんが、それをさらに希釈する、海洋水を取り込んで希釈する。薄めると。そしてタンクに落とす。それを海洋に、沖にパイプで流し出すと、海洋放出するということです。この放出される放射能の主なものはトリチウムというものです。これ、水素の同位元素、トリチウム。これが、水 H2O、H の中に T という形、トリチウムの T ですね。HTO という形の分子の水が海洋に流れ出すと。その放出する直前の希釈された薄められたトリチウム水の放射能濃度は1リットルあたり209ベクレル。ここまで希釈してさらに海洋で希釈。まあ、海洋で1000倍に希釈されると1リットルあたり 0.2 ベクレル。1万倍で 0.02 ベクレル。10万倍で 0.00 ベクレルと。まあ、この数字を見ても安全であると。まあ、理解できるわけですが、もう少し説明したいと思います。